皆さんこんにちは。トロピカチャンネルへようこそ。どうも、トロピカプレゼンテーターのどうも、オンラインショップ店長のぶっちです。今回は水槽はオーダーメイドすべき、リーズナブルに世界に一つの水槽を手に入れるというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは高品質で低価格な規格サイズアクリル水槽を販売しています。詳しくは概要欄をご覧ください。とこんな感じでですね、先日から規格サイズのアクリル水槽の販売を始めております。おかげさまでたくさんのお問い合わせをいただいておりまして、ありがとうございます。しかし今日お話しするのはオーダーメイド水槽です。オーダーメイド水槽の魅力、そしてオーダーメイド水槽にしかできないこと、そして意外に高くないという真実などなど、オーダーメイド水槽の秘密を丸裸にしていきます。この動画を見終わる頃にはもうオーダーメイド水槽買ってるでしょう。今日はこちらの順番にお話ししていこうと思います。1、オーダーメイド水槽のメリット。2、なぜオーダーメイド水槽はそれほど高くないのか。そして3、どんな方にオーダーメイド水槽をおすすめか。どうでしょう、気になるタイトルばかりです。皆さんご存知でしょうか、今オーダーメイド水槽が熱いということ。実はトロピカチャンネルこと東京アクアガーデン2021年1月のオンラインショップの売り上げ過去最高でした。実は新型コロナウイルスによる自粛ムードがアクアリウム業界の追い風になっています。自分だけの、世界に一つだけの水槽を手に入れるのであれば、まさに今がチャンスです。そんな感じで今日も熱く紹介していこうと思いますが、まずはオーダーメイド水槽のメリットから一つずつ解説していきましょう。1、オーダーメイド水槽のメリット。メリットを挙げていくと、埋居にいとまはないのですが、最も大きいメリットはこの3つです。1、サイズが自由自在。2、水槽管理を助けてくれるオプションが豊富。3、プロが相談に乗ってくれる。まずは1、サイズが自由自在というメリットについて。市販されている水槽の多くはサイズがすでに決まっています。いわゆる規格水槽という水槽です。60センチ水槽だと 600×300×360mm、 90センチ水槽だと 900×450×450mm、 こんな感じです。どれも昔からあるサイズで、結構バランスよく見えるいい感じのサイズです。実際私たちが設置する水槽の多くはこの規格水槽のサイズです。しかし設置する場所によっては、このサイズだと都合が悪いということあると思います。置きたい場所の幅が55センチしかないとか、来客スペースにドカンと背の高い水槽を置きたいとか、規格サイズだと設置場所の内装に合わないとか、いろいろです。そういう時はオーダーメイド水槽の出番。アクリル水槽でもガラス水槽でもミリ単位で製作することができます。横幅 1000mm だろうが、奥行き 385mm だろうが、高さ 570mm だろうが、何でもありです。お好きなサイズで作ることができます。続いてメリット2、水槽管理を助けてくれるオプションが豊富。ここからがオーダーメイド水槽の面白いところです。オーダーメイド水槽には山ほどオプションがあります。例えばアクリル水槽を考えてみましょう。外部フィルターの配管を通すためのリブ穴開け加工、開けた穴に合わせて蓋は U 字にカットします。水槽の背面や底面、側面を黒いアクリル板で作ることもできます。大型魚の飛び出し防止に、蓋を水槽にボルトで固定するという加工もできます。蓋に餌用の穴を開けたり、さらにその開けた穴にスライドカバーをつけるという加工もできます。好きな位置に好きな大きさのオーバーフロー管を取り付けることもできます。やばくないですか、何でもできる。さてガラス水槽はどうでしょうか。市販品のガラス水槽でもよく見る蓋の角カット、好きな大きさで作れます。好きな位置にオーバーフロー管をつけることができます。 ADA の水槽のような高透過ガラスで作った水槽もできますし、例えば正面だけ高透過ガラスというようなコンビガラス水槽も作れます。ガラス水槽にリブは不要ですが、より頑強に作るためあえてリブを取り付けたりするということもできます、などなどなど。皆様の水槽管理を助けてくれるオプションはこれだけではありません。まだまだありますが、詳しくはお問い合わせください。今ざっとお伝えしたこれらのオプションはもちろん市販品にはありません。オーダーメイド水槽ならではの仕様です。レイアウトや日々の管理、干渉性に強く影響を与えるオプションばかりです。
こだわりのオプションをつけて世界に一つあなただけの水槽を作っちゃいましょう。メリット3、プロが相談に乗ってくれる。軽視されがちだけれどもとても重要なポイントです。トロピカの水槽のプロが設計の相談に乗ってくれます。私たちは普段こんな水槽にしたいんですとか、この水槽を作ってくださいとか、たくさんのお問い合わせをいただきます。それらのお問い合わせをすべてお客様の希望を最大限反映させながら実現可能な設計にするのが私たちの仕事です。これまでの設計水槽管理の経験からぴったりの水槽を設計してみせます。お任せくださいと、こんな感じに市販の規格水槽では得ることのできないメリットがオーダーメイド水槽にはたくさんあります。アクアリウムにこだわりたい方はオーダーメイドがおすすめです。しかしここまでご覧くださった方はおそらくこう考えているはずです。でもオーダーメイド水槽って高いんでしょう？と、オーダーメイドすなわち特注です。高そうですよね。僕だってそう思います。しかし実はそんなことはありません。その秘密に迫ります。2、なぜオーダーメイド水槽はそれほど高くないのか。それは受注生産品だからです。この前発表させていただいたアクリル規格水槽を例にとってみましょう。例えば 900×450×450 の規格水槽は 36,200円です。それでは 900×400×400 のオーダーメイド水槽はどうでしょうか。このサイズ市販品はありません。完全に特注です。正解は 32,900円です。オーダーメイド水槽なのに規格水槽より安いということがわかります。つまり規格水槽より小さいから安いということです。何が言いたいかというと、規格水槽もオーダーメイド水槽もどちらも受注生産品であるため、その金額は単純に大きさに比例するということです。なので特注品イコール高いというわけではありません。 3. どんな方にオーダーメイド水槽はおすすめ。さて、そんな魅力あふれるオーダーメイド水槽、どんな方におすすめでしょうか。結論、すべてのアクアリストにオーダーメイド水槽はおすすめです。例えば市販の規格水槽で全然 OK だったという場合を考えてみます。水槽サイズが OK だったとしても、その他はどうでしょうか。例えば蓋のカット位置、カットサイズ、使っていないカットありませんか。例えばバックシート、綺麗に貼る労力、時間を考えたら最初から黒い板で水槽作っておいた方が良くないですか。あれ気泡入るんですよね。例えばリブの穴位置、最初から空いている水槽も売ってはいますが、それだと水槽に配管位置を決められてしまいます。自分の好きなところに配管を配置したくありませんか。水槽に合わせて自分のできるレイアウトを考えるのではなく、自分のしたいレイアウトに合わせて水槽をコントロールしてやりましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。オーダーメイド水槽について一つずつ魅力を紐解いていきました。1、オーダーメイド水槽のメリット、サイズが自由自在、水槽管理を助けてくれるオプションが豊富、そしてプロが相談に乗ってくれる。魅力2つ目、なぜオーダーメイド水槽はそれほど高くないのか。オーダーメイド水槽でも規格水槽でも受注生産品なので金額差はありません。そして3点目、どんな方にオーダーメイド水槽がおすすめか。結論、すべてのアクアリストにおすすめです。こんな感じでした。オーダーメイド水槽気になる方は概要欄の東京アクアガーデンオンラインショップというところからお気軽にお問い合わせください。そうそう、大事なことを一つ言い忘れていました。オーダーメイド水槽なんですけれども、見積もりは無料です。見積もりは無料、つまり僕が水槽を設計するところまではただということです。なのでぜひじゃんじゃんお問い合わせください。僕が水槽設計します。水槽はぜひオーダーメイドして世界に一つあなただけの水槽を手に入れてください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報を週に2回発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。